学年制とは、各学年での教育課程の終了を繰り返すことによって学習していく方式のことであり、単位制とは、授業科目を単位と呼ばれる学習時間数に区分して、習得していく方式のことである。一般的に、単位制は、授業科目ごとに取得できる単位数が決まっており、卒業時に必要単位数が揃っているかどうかで、卒業を判定することが多い。 授業科目の学習成果を単位として習得していく方式は後期中等教育以降で行われている。単位制での単位認定は数年単位制とセメスター単位制に分かれる。数年単位制は1年間の授業科目の学習成果によって単位を認定する制度であり、セメスター単位制は半年間の期ごとの授業科目の学習成果によって単位を認定する制度である。 多くの高等学校では単位制と学年制を併用しており、学年制の高等学校では、学則で決められた以上の単位を落とすと、減給留置となる。減給留置になると、落とした単位以外のいわゆる既習得科目の単位は、習得保留扱いとなり、既習得科目の授業を改めて受ける必要がある。近年、高等学校や中等教育学校の後期課程で、 学年制は用いず、単位制のみを用いる教育が増加しており、このような教育は特に単位制による教育と呼ばれる。なお、すべての高等学校と中等教育学校の後期課程は単位制を採用しており、単位制高等学校の故障は学年制による進級認定を行わずに学習成果の評価を単位制によって行っているという意味である。この場合、 通年単位制で単位認定がされることが多い。単位制高等学校による教育は学年ごとの教育課程の区分を設けずに行われる。学年制併用の高校と違って、言及留置はないが、必要な単位数が修行年限内で習得できない場合は卒業延期になる。一方、多くの大学では単位制のみを用いていることが多く、 期単位のセメスター単位制で単位認定がされることが多い。大学では2年次終了時点で大学が定めた一定の単位数以上を習得していない場合は現給留置とされ翌年度も2年次に止められることがある。専修学校は従前小中学校同様に授業時間数のみ決められており単位制を導入できなかったが2012年に 設置基準が改められ、先週学校でも単位制の採用が可能になった。ありがとうございます。